ピレネーアトランティック圏内のラブールの位置、ピンク色部分。ラプルディ、またはラブールはフランス領バスクに存在する地方区分の一つである。ピレネーアトランティック圏のバイオンヌ群の一部に相当する。アドゥール川、ニーブ川、ニベル川、ビダソア川が流れる。ラブールは穏やかな海洋性気候である。地形は丘陵で東と南に向かって標高が高くなっていく。 山はそれほど高くない。ラブール最高峰のラルーヌは標高905メートルである。アドゥール川下流域は平坦である。バイオンヌと武港を含めて面積は858平方キロメートルであり、バスク地方全体の約4%である。およそ20万5千人の人口があり、フランス領バスクの3地方中で最も多い。ラブールに上記の都市を含めない場合、 人口は15万2千人ほどである。北をアドゥール川と接するラブールは地理的にも歴史的にも海とつながりが深い。大規模な第四期の堆積物の蓄積で海から得た土地であり、この地にはバスコンビトが定住した。ローマ帝国の表面的な占領時代の後、彼らはハンドクリ公国バスコニア公国を建国し、ウード公はトゥールポアティエ間の戦いで、 サラセンジンと戦っていた。海はこの地方の歴史的進化で大きな役割を果たしてきた。バイオンヌはラブールの首都の機能が与えられている。12世紀までバイオンヌが集単位の行政から切り離されていたのは事実である。ラブールの歴史的な中心はユスタリッツになる。1152年のアリエノールダキテーヌとイングランド王ヘンリー2世紀の結婚後、ラブールの土地は イングランド王のものとなり、複数の陰謀の舞台となった。主役の一人は、バイオンヌの貿易と経済を発展させたことで、有名なリチャード自身王である。イングランドの影響は1450年まで続いた。エイエール城で平和条約に調印した後、ラブールは、フランス王国に返還された。1609年には、国務院コモンジャンでスパニエとピエール・ダンクルが、 魔女裁判を導いた。ありがとうございます。